暖炉は問題ありません。来るべきものが お前だったの、タンス。お会いできて光栄です。ふん、ちょうどよかったかもしれないわね。大薬王秘伝、その時それに比べ、嘆かわしい無知を。ふん、泉州の祖先たちが帝宮と共に戦い潜入。お話になりませんね。大木様、仙人たちが成したことをもう一度お見せしましょう。昇竜遺伝。怖くない怖くない。はい、ほら、ダンス戦闘準備。弱き者のために、槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。いや、逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。殴ったね。火か落葉の夜に。礼儀のな、やれやれ、うちの出番。私が守る、難攻不落。逃がさない。はい、開拓者たちに真なる祝福を。戦輪は権限した。同天陰月総理、世を注がん。この力を使うつもりはなかった。天候の荒波、さあ交流よ、飲め。ラッキースターは誰かな。いや、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。ダンス戦闘準備。大地を割れ。生死の変化、その命は尽きた。昇竜遺伝。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。うちがいるんだから負けないよ。私が守る。巻きつけ。殴ったね。先導はなった。構わない。逃がさない。この力が騒いでた。礼儀、やれやれ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。殴ったね。全ては星々の戦、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。
避けてね。やっ、私の手を汚さ、はあ、選手を内部から解体するには他の手を考えなければ。はあ、残念。もっと観察したかったのに。王城の恩恵を受けたんですもの。壊滅の祝福に耐えられるのも当然だろ。恩人の皆さん、改めて自己紹介させてもらう。わらわこそは絶滅大君元老。こたびこの地へ訪れたのはこの戦士の本人のよ。自ら滅びへの道を歩ませるため。テウンがテディオンの絶滅大群。一体どういうこと？落ち着きなさい。大敵を前に心を乱してはダメ。ダンス、戦闘準備。天候の荒波、さあ、交流、飲め。避けてね。いや。殴ったね。貫け。この力を。礼儀のな、やれやれ。うちに出くわすなんてうちがいるんだから負けないよ。逃がさない。うん、たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。うん、昇竜、いで。誘った覚えはないけど、ラッキースターは誰かな？うちの出番。私が守る。先週に目をつけたのは、終焉でも聖章でもなかったことに感謝するがいい。同点の守り。そう。自らの手で壊滅を作り出すのは大変なのだ。全て星々の線、星の秘密を求めるためには、開拓者たちに真なる祝福を。よほどわらわを舞台に上がらせたかったらしい。そこまで期待されては仕方がない。拙いものだが、披露させてもらう。そろそろ時間だ。この役者殿と心ゆくまで楽しみがよ。星の祝福をあなたに。動かないでね。今祝福してあげるから。ダンス、戦闘準備。
殴ったね。礼儀のなってないお、はい、うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。私が守る。逃がさない。その程度。殴ったね。誘った。やれやれ、うちの出番。いや、力を天候の荒波勝利は遺伝。戦輪は権限し同天隠月総理世を注がん。怖くない。はい、ほら。逃がさない。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。殴ったね。全ては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。さあ、交流や飲め。やれやれ。つまり今までうちらと一緒に、こさっき帝雲の体から出た幼児ちゃんなら何か知らない。さっきは何あの炎は絶滅大君元老を自称した。彼女はナヌークの帰化にして七大君の一人。それはつまりあの天白氏の娘。いや、それはわからない。だが帝雲さんの言動は惑わされたり操られたりしているようには見えなかった。もしあれが本物の帝雲さんでないとすれば、すまない。なのか、まだはっきりとしたことは言えない。本物の帝雲、これはあくまで個人的な推測と希望だが、もしあれが帝雲さんだとしたら、そう考えると俺たちの混乱と猜疑心を煽り。なるほど、奴の狙いは精査に乗ってすぐ前に見えるのが剣木を封印している同点林炎鏡よ。さあ出発しましょう。先週時何より心配。もう急天白氏が私たちの前。あれは対戦でけ、そこでかなり時間が経っている。さっき神祖休館の陣で気球存亡の時で、ここは。無口くん、うん、探偵士で間違いなさそう。途中で途切れ途切れの命令が届いたけど、ここまで来てね。私は嘘。正査会に行く前に。え、つまり。あ、嘘。じゃあ、あんたたちはこの辺りを見て。
一向に通信が運気軍は時間を無駄にしすぎた。二人には悪いが、俺は仲間たちと合流しなければならない。ここまで世話になった。大きな。この耐震堤。寿命が協力して作った探路。世はからくりに。若様は選ぶ。この記憶は、いや、もう俺には関係のないことだ。龍、今の俺は泉州から追放された身。もう不朽だ。あなた様が一人悲しむこと。あなた様が。このみなぎるから。あなた様、いい演技で驚く。すまないが、ここに。あなた様はかしこまりました。時間。あの感情が湧き上がってくるのを感じるぞ、カフカ。それなら解き放ちまし。よく来たな。今こそ代価を支払う。姿を変えれば逃げられると思ったか。逃がす。お前にもその女にも何度も言ったはずだ。俺は炭鉱だと。炭鉱は炭鉱。見た目を変え、身分を変えれば過去の罪をなかったことにできると思ったら大間違いだ。貴様は、貴様はまだ死を経験。あの苦痛を味わわせてやる。それはダメだよ。君は今日ここで誰も殺せない。軽減についている構図。ねえ、君は離れた方がいいよ。もし戦いに巻き込まれたら。お、君の子も。気をつけろ。無駄だ。その正体を表せ。やめろ。よくも。小僧、教えてやる。そこにいるのは銃の悪逆を犯せしめ、戦士を裏切り、大乱を起こし、衛星に追放する寿命の竜族。逃げつくんだ。泉州に潜り込んだのがハンターだけだと思ったか。ならばどちらも捕らえて将軍に裁いてもらう。聞いたことがあるよ。まさか性格ハンターだけでなく重罪人が一人泉州にも。騒ぎを起こすつもりはない。
展開は優秀国に入ってから聞かせてもらおうか。ならばどいてもらうぞ。いいぞ。こうでなくては奴らも今頃苦戦しているだろう。黙れ。君も行かせはしない。いいだろう。ならもう少し。そうしましょう。行けぞ。この力を使う。いや、まさか先の相手だから手を下せないの。悪を払う。構わずない。ひも、そっそ。美月たちの方はどうなっている？早く終わらせなければ。なさけ。確かに二人とも手ごわとなると、この技で足止めするしかないかな。その技見覚えがある。あの女に襲わ。なるほど。貴様には死んでもらう。これ以上時間を取られるわけには。ことを荒立てるのは本意ではないが、僕はまだ戦える。はい、そこまで。みんな聞いて、もうやめなさい。どう、ジンちゃん。まん、何をした？これから登場する御仁を迎えるための。ケイゲン将軍。二人が久々に帰ってきたというのに、何とも気まずい場面になっているようだ。俺のやるべきことはもう。ああ、そうだ。君たちは以前、泉州を助けてくれた。わずかな助力だったとはいえ、感謝し。将軍。今はそんなことを言っている場合ではない。久しぶりだな、古き友。俺は彼じゃない。ああ、すまない。まだ行かせるわけにはいかない。列車の友人たちが林縁橋で君を。月照らす古海、妙境に勝る。林縁橋の景色は以前見た時と変わらないというのに、再びここに立つ君。将軍は寺廟族の輪廻転生を知っているはずだ。古海の水はすでに丹風の罪を洗い流している。かつて将軍とここに立った者はもう。俺の名は丹光だ。あの丹風が英雄だろうと咎人だろうと、俺とは関係ない。俺はもう彼の刑罰を受け、永遠の追放を受けた。はあ、昔のことを語ると濁った水をかき混ぜるかのように不快感がよみがえってくるよ。だから言って
ああ、聞こえているよ。聞こえてはいるが、それが何だというんだい。タンフーとして最後に一度手を。タンフーにできたことができないなら、再びここに立つ君と私は違う。今はただのラフ将軍でしかない。さてと、明るい話題に変えよう。彼女に美月やベルト様だ。あいつらをここに王将の忌み物を巡視のさな。おお、君の友人。急ぐぞ。逃さないで。くらえ！雷帝よ、ここへ。いや！この機会を逃さないで。陛下、慈悲なし。うちってばなかなかやるじゃん。ほら、私に続け。騎兵の出番。高校たる異例よ、我が命に従え。ダンス。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。構わない。逃がさない。この機会を逃さないで。あんたの番だよ。雷帝よ、ここへ。うちに出くわすね。天候の昇竜遺伝。ケーゲン、やっと来ましたか。すまないすまない、ご苦労だった。フゲン剣木です。絶滅大君である元老が用いる手段は、物事を内部から自戒させるものだと聞きます。きっと、状況は大方把握した。列車の諸君、あんたまさか炭鉱。炭鉱。話すと長くなる。じゃあつまり。さて、列車がラフに着いた時、結局性格ハンターが何かを企んでいたのは事実だ。しかしその企みは諸君をここへ誘導し、わざと。だがフゲン殿が言った通り、元老の登場で事態は制御不可能な状態に陥った。ラフの将軍としてやむを得。ラフの危機が性格と関係あろうがあるまいが、座視するつもりはない。だが探索、陸恐怖、基地、前に進むにせよ、離れるにせよ、七死人の目的地は自分自身で決めるべき。タンコ、
んたは。ありがとう。俺は七死人としてここにいた。だが、よし、みんなさ、妙案はない。これは一種の賭けだ。寿命族の長老がかけた中途半竜。剣木が低級の使命に切り分かたれても、儒家の王の呪いはかすかに残っていた。だからラフは不古代竜村の指示のもと。ふーん、この彫像なんだか炭鉱に似てるね。もしかしてこれ炭鉱の兄弟だったり。少し似ているだけだよ。これは随分と昔の出来事だからね。強いて言えば、歴代の竜村は皆外見が似ている。炭鉱殿は知っているだろうか。炭風が亡くなり、ラフの寿命族にはもうこのことができる者はいない。全て